してくれまざるだだだいや、小声なんで小声いや、でも大人がいる裏側です。いい大阪パフェ、大阪パフェです。はい、ただただキリンのタムちゃんの YouTube チャンネルを宣伝したいと思い、告知だけしてください。ありがとうございます、はい。キリンタムラのバスケでバババババーンという YouTube チャンネルを噛んだよ、大事なところで。 YouTube なんてこんな世間で言われてる言葉噛むそれがタムちゃんです。そう、すいません、なかなか再生数も伸びずに苦労してますので。そんなことないよ。いやいや、バスケ一本でやってるわけやん。そうそう、基本バスケネタだけ でしょ、はい。でタムちゃんはそのちょっと住みたいです。うるさいです。これちょっと今撮影して。ちょっと声入ってますんで。静かに焼肉あれ田村だけ取ってきて。焼肉丼ね、うまいからね。美味しいからね。はい、やっぱ一本に絞ってやってる人すごいなって思うんですよ。でも一応あれやで、そのバスケ選手、プロバスケ選手来てもらって、インタビューしたりとか、そうやと芸人さんの来てもらうところは、うんうん、結構ふざけた、うん、バラエティーに富んだのと、うん、まあ。バスケの中でもいろいろやってんねんけどね、うんうん、だから順調やと思ってた。そしたらなんか意外になんかいや赤字なのよこの間某バラエティ番組で、はいはい、そうバスケについての、はいはい、あったじゃないですか、 NBA 芸人ね。そうそうそう、あれって田村さんの番組の派生。あ、いや違うよ、あれは単純にたまたま。そうよ、それはもうあの歴史あるあのすごい、視聴率のあの番組の中でたまたま NBA やってくれたけど、なんかちょっと嬉しかったんです。ああ、いやでも全然関係ないもん、それは。そうよ、そんな影響力ないよ。いやバスケといえばってとこあるもうね。いやいや、俺らバスケといえば芸人さんだったら田村さんとかあるね。ああ、それは嬉しい、ありがとうございます。しかもノスケにドラムをね、あ、いやそれはね、教えてくれてってさ、ノスケなんかが先生なわけよ。そう、確かに嫁目線が見たらそうかもしれないけど、俺らからしたらね、すごいから。だってそっからさ、かまいたちさんやったりさ、かまいよもね。そうで、結局我々ラブとか見に行かせてもらったりさ、やっぱりキリンでデビューしたっていう生で、そうや、吉本行ってきたの。そう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 、めっちゃ嬉しかった。ありがとうございます。そんな贅沢やで。いやいや、何をおっしゃいますか。でも本当ね、人狼で出会って、でちょうどドラム始めたいなと思ってるところに、のすけくんドラマーや言うて、で俺はみその結婚したとか言うてさ、いやいや住谷さんとアイコンタクト、焼肉丼美味しそうやねん、アイコンタクトええねん俺が昔のええ話しようとしてるのしてええ話、ええ話を。だってさ、うちの中では三大田村だから。ああ、そうやな。要は田村健治、麒麟の田村、田村敦史です。はい、いや、しかも俺はだから味噌のが二十歳になる前ぐらいかな、うん、出会ったと思うんだったね。大阪で初めて会ってぐらいから、そのやっぱ妹感というか、そうや、でまた危なっかしい匂いがするというかさ、大丈夫なお前みたいな、うん、常にあるやんか、うん、ね、ほんで結婚するって言うて、はい、もうどんなやつやねん、はい、大丈夫かと、うん、お兄ちゃんとしては、はい、変なやつじゃ許されへんぞみたいな。ほんでこう会ってみたら、ね、見た目とは裏腹に誠実でええ子やん。見た目とは裏腹ってどういうこと一見チャラそうやん、はいはいはい、一見バンドマンやし、なんかちょっとチャラそうやイケメンやし、でも喋ったらええ子やがなこれ、でブログとかも文章力あるがなこれ、それも書いてくれてたね。そうよ、ダサいよこれ、素晴らしい。まあなんか本当のええ人見つけたなと思って、なんか噛むわ噛むし、うちらの話をしておるわけじゃないから。あ、そうなん。うちはもうキリンのダムちゃん その YouTube の話をしたい。ありがとうございます、はい。皆さんバスケ興味なくても、はい、その逆に初心者でも楽しめる、ね、チャンネルですし、逆にバスケやりたくなる。あ、そうかも、うん、そうそうそう、そんなチャンネルしていきたいね。そうそうそう、ただ一個だけね、うまくいってないことがありまして、はい、YouTube のバスケのね、チャンネル名はバババーンなんですよ。はい、バー4つ続くんですよ。そうで、うん、登録した時にその YouTube 側から無駄に同じ音が並んでいますということで、チャンネル表記名がバババーンになってるのよ。一音減らされてんねん。あ、そうなんや。だから未だにババーンになってんねん。そうだから未だにみんなにどっちなんですかとバババババーンなのかバババーンなのかって言われてるんですけど、正確にはバババババーンなんですよ。はいはいはい。ただ無駄に同じ音が並びすぎてるから削られてるだけなんですよ。ああ、それを分かってみて。それはじゃあ、そういうことできたな。YouTube YouTube YouTube やってるんですか。あれ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 
僕もここでまたじゃあほとんど顔映ってませんでした YouTube YouTube 僕やってるんですよほとんど映ってませんでした三沢さんの YouTube はいまだ5万人しかいないですけどいいですかいやすごいやん5万人だけしかいないです僕あのサバンナの芸人男塾、はいはい、1500人です少な世間なぁ僕も死亡者1500ですけどでも名前なんぼやねんな僕3万8000ですはい、そうなん、はい、1500なんてすごいやんいや1500なんかほんまやる意味ないと思ってますいや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 俺ブラジルの人聞こえてますかサバンナの芸人男塾1500ですよ YouTube 登録してくださいブラジルの人5万ってすごいねいやそんなことないですそんなことないですそんなことないんですいかへんよ5万5万いかへんいかへんいかへんねえでものすけなんだ俺坂上さんも、はい、坂上さんもラジオやってるからねそうなんです、それ呼んでもらいました大阪それもラジオ大阪で、はいはい、すごいねエンモーニングというね僕もラジオ行ってきましたけどあそうなんや今日はいやあのサバンナさん八木さんのね男塾宣伝します宣伝します面白いんですよめっちゃっていうかうちらはもう大ファンです、はい、本当にもうでもなほんまに5万って聞いてビビってるえいやいやいやそんなもないです八木さん来てからのすけくんも携帯触ってもらってほんまあんたほんま失礼やねちょっと携帯触るのマジでね自分の登録者数何人あそうねそうねのすけドラマねのすけくんスペースドラマの登録者数別なわけやねんはい俺13人でした13人でしたクソみたいなのやめてもらえまたよりによって縁起悪い数字やなでもでもあブログのもうのすけオフィシャルブログは200万アクセスああ200万はい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 個人撮影みたいなあま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 あ13人そのうちの1人はうちですから、ね、10人です知ってる人が見てる、はい、10人です、はい、10人や5ですね多分興味あの元メンバーとかも登録してるんで外部の人間が 5やでも安心して俺も実はもう1個ゲームの YouTube やってるね、はい、おおゲームいいよキリンタムのゲームでゲームですっていうでゲームなんてすごいこう間口が広いのに、はい登録者数2人なんですよ意外とね何じゃ2人って分かんないです誰がフレンド動画ってむしろ稼いでる YouTuber 多いですもんねでしょ、はい、ゲームそうそうそうそんな寒さでゲームって伸びるんちゃうんですよはい普通伸びるんですって言われて始めたんですよ2人です2? やりゃいいってもんじゃないそうそうやりゃいいってもんじゃないで、ね、でも八木さんの男塾は本当ちゃんと芸人としてのこの YouTube 配信なので芸人側目線で言うと硬派な、うんうん、そうそうそうだから芸人が趣味をなんかやるとかじゃなくて、はい、芸人が芸について語るっていうめっちゃいいめっちゃいいこれから芸能界目指すとか芸人目指す人も勉強になるし今すでに入っててなかなか売れへん若手にはもっといろんなアドバイスをしてくれてるチャンネルめっちゃいいなんだよほんまにじゃあこれでちゃんと飛ぶようにしときますねわめっちゃそれわそれ嬉しいわ逆にいいですかノーギャラになる全然いいですよ全然当たり前じゃないですかだからこれでヤクさんチャンネルは5万1513人めっちゃ熱いわ5万8万8万これは聞いてみましょうほんで逆に僕らのチャンネルからもこちらに行ってもらって13人から脱却してもらってコラボってそんな大事やねいやコラボすごい大事っていうか本当にコラボがやっぱ流れてきますあのコラボでみそのももう何人も増えてくださってて いや僕もだから梶さんとコラボさせてもらったんですよそれでそこまで1万5000人やったんですよそれが3万8000人梶とどうやったらコラボできるのいやよしもと梶とコラボしたんやけど俺吉本の僕ら先輩ですよねなんでそのコネクションないんですかあ楽屋した時言ったらいいんだもちろんもちろんもうそれ大阪いろんな人来るからいや本当に右から左からこれめっちゃ撮影してんのにあるんすねこうしゃべって誰もこれで気づかへんねえじゃあがっつりこっち向いてもう YouTube の話してるまあまあ撮影感あるよね会話してるように見えるあこことはにしては俺ら声でかすぎるいやほんまに一方的にだから大きいカメラ置いてこんでビビらせないそういうことですねあそうだこがてましたらロケでも ENG とでかいカメラやったらビビるけどちっちゃかったら舐めてくるもん大阪のおばちゃん勉強になるやろ勉強なあビビらすこういうのを言ってくれてるってことね機能っていうかまずビビらすっていう意味があるからこれねこれもう今こんな打ってへんやん
ませんけど。そうですよね。あれすんな。あ、出してきました。はい、なのであの全員飛べるようにしとくんで、で、あのそのみそのチャンネルの力を逆に見せてあげてください。本店みそのチャンネルこれね、アップされた瞬間に2人の YouTube チャンネルがマジで増えたら、みんなみそのチャンネルすごいって逆になってくれて。それはわさびみそのチャンネル。それはもう感謝しますよ。一緒か、はい、やっと恩返しできた。ここでニンニクの匂いに我慢しながら食べて。ねえ、ほんとごめん。ねえ、ほんとごめん。うちもう今日めっちゃみんなに言われる。申し訳ない、ほんとに。それ何食べたの？ニンニクあったっけ？ニンニクあったかしら？昨日、申し訳ない。ニンニクまんま、丸ごといっとんねん、一個。おとといも言ってましたよ。おとといも言った。ごま油ね、ごま油。いや、二日連続ニンニク食うてんの。すいません、もう。いいも腸もニンニクだらけ。おならもです。おならもめっちゃ臭いです、今。寝室やばいっすよ。寝室やばいっすよ。ということで皆さんお二人の応援もよろしくお願いします。嬉しいです。でもあのコーダファミリーは本当にあのファンなんで、あのキリンさんのワンマンも見に行かしてもらったし、今日のやっぱり筋肉のステージもうちら前でいちいち見に行きましたから、はい、サバンナさんはサバンナさんもやれ見に行って、そう筋肉君とサバンナさん、ここにだから HG さんがいたらもう、そう、はい、完璧コンプリートなんだったんですけど、HG いたのにな、やっちゃった。バイバイ。そうやん、その急転があるよね。自己映像やもん、トークの自己映像。ということでバイバイ。 YouTube っぽくていいね。いいね、これが YouTube。 よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんご協力ありがとう。またお願いします。ありがとうございます。Thank you.